はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はですね、お疲れマンモスさんとのコラボ企画というところで、アメリカンリーグ西地区の順位を予想していきたいなと思うんですけれども、実はですね、同時刻にお疲れマンモスさんも同じ題材で動画を出しているんですけれども、まあ、動画へのリンクについては概要欄と、あとはこちらの今右上に表示されているところからもリンクを飛べるようにしておきましたので、まあ、ぜひですね、皆様ご覧いただければと思うんですけれども、まあ、昨年はですね、アメリカンリーグ西地区っていうのは、まあ、ヒューストンアストロズが107勝を挙げて、まあ、ぶっちぎりで地区優勝を果たしているわけなんですけれども、まあ、ただご存知のように、このオフシーズンアストロズは、まあ、非常にサイン盗み問題で揺れましたし、まあ、エイジ・ヒンチ監督も解任されたというところで、まあ、なかなかですね、昨年ほどはうまくいかないんじゃないかという、まあ、予想する方もいるとは思いますし、またエンジェルスもですね、アンソニー・レンドーンという FA の目玉を獲得したというところで、まあ、来年のアメリカンリーグ西地区どうなるのかというところを、まあ、ちょっとですね、話していければなと思います。はい、で私116ウィンズの予想としてはこちらの通りになります。まあ、なんだかんだですね、やっぱりヒューストンアストロズは100勝前後で地区優勝で、オークランドアスレチックスは90勝から95勝ぐらいで、まあ、ワイルドカードの可能性もあるのかなというところで、まあ、地区2位で、3位としてはエンジェルスが、まあ、勝率5割前後、まあ、81勝前後くらいかなというところですかね。で、テキサスレンジャーズについては地区4位で、まあ、78勝から、まあ、勝率5割ぐらいかなというところですね。で、最下位はマリナーズで、まあ、70勝できれば御の字かなというところですね。まあ、いくらサイン盗みの問題があったとはいえ、やっぱりアストロズは引き続き強いと思いますし、で、対抗馬となるのもやっぱりオークランドエイズなのかなというところですかね。やっぱり1位、2位はここの2チームで争っていくんじゃないのかなというところが私の予想ですね。で、エンジェルスについては、まあ、後でも話しますけれども、やっぱりそのレンドンを獲得したとはいえ、まあ、投手陣が引き続き厳しいというところで、まあ、5割勝てればいいかなというところですかね。で、レンジャーズは、まあ、新球場が今年から開場するんですけれども、まあ、そのブーストがかかれば、まあ、もうちょっと上積みが期待できるかもしれないですけれども、まあ、現実的には、まあ、5割くらいがベストかなというところですね。で、マリナーズは、まあ、再建中というところで、まあ、あまり勝ち星というところはあまり気にしていないのかなというところですね。はい、ここからはですね、細かく各チームの状況について確認していきたいなと思います。で、私は今回ですね、アストロズが引き続き地区優勝するというところを予想しているんですけれども、まあその理由としてはやっぱり強力打線が引き続き健在っていうところですよね。やっぱりですね、まあジョージ・スプリンガーだったり、まあホセ・アルトゥーベ、アレックス・ブレグマン、カルロス・コレアといったところの、まあ主力どころは全員残っていますし、で、昨年はMLB でもアストロズの OPS というのはナンバーワンだったんですけれども、まあその攻撃陣の主力が全員残っているところはやっぱり非常に強みですよね。まあ、サイン盗みができなくなってアストロズの攻撃力が落ちるんじゃないかという声ももちろんあるとは思うんですけれども、まあ、ただですね、MLB の調査報告によれば、まあ、2019年のアストロズはそのサイン盗みはしていなかったというところが、まあ、報告されていますので、まあ、それでもですね、アストロズの攻撃力っていうところは、まあ、リーグでもナンバーワンだったというところを考えれば、2020年のアストロズについても引き続きですね、MLB でも上位の攻撃力を誇るチームになるんじゃないのかなというところを個人的には予想してますね。まあ、当然ブザーの疑惑なんかもありますし、まあ球界からのアストロズへの目っていうのは非常に厳しいものにはなると思うんですけれども、まあ、2020年のという年をですね、ぜひサイン盗みからの潔白を証明する1年にしてほしいなというところは思ってますね。で、アストロズに関してはサイン盗みで揺れている打撃よりもどっちかっていうと投手陣の方が懸念材料だと思ってるんですね。昨年20勝を挙げたゲリット・コールが FA でヤンキースに行ってしまいましたし、また長年ブルペンを支えてきたウィル・ハリスもですね、まあ、3年契約でナショナルズで移籍してしまいましたので、先発とリリーフの柱である選手が抜けてしまったんですね。ただこれは懸念とは言いながらも、ある程度はカバーできるとは思っていまして、まずコールの穴については、ランス・マッカラーズ・ジュニアが、まあ今年怪我から戻ってくる予定ですし、で、ハリスの穴については、まあレイズから獲得したオースティン・プルイットが、まあある程度カバーしてくれるんじゃないのかなというところは思ってますね。プルイットについては、まあアストロズが結構好みである、カーブボールのスピンレートが結構高い選手なんですけれども、まあうまくいけばですね、ライアン・プレスリーのように、まあアストロズの魔改造を受けてですね、リリーフの柱に成長していくっていうシナリオも十分あるのかなというところは思ってますね。まああとはですね、トッププロスペクトであるフォレスト・ウィットリーが、まあ来シーズンになれば上がってくるとは思いますので、まあ彼も使いながらですね、うまくコールとハリスの穴っていうところを埋めていければいいのかなと思いますね。で、それでもコールの穴が埋まらないというところであれば、まあトレードデッドラインでですね、
ね、うまく先発補強をして、まあ去年のザック・グレインキーのように、まあ先発補強できれば、まあ十分に戦えるチームだと思いますので、で、なんだかんだですね、強いチームを勝たせるのがうまいベイカー新監督のもとですね、まあアストロズが地区優勝を取っていくのかなというところを予想しています。はい、続いてはオークランドアスレチックスについて見ていきたいと思います。こちらもですね、アストロズと同様に主力選手がほぼ残留していまして、まあ、あのセカンドのジュリクソン・プロファーをトレードに出したくらいですので、ほとんどですね昨年と同じような戦いができるとは思うんですけれども、期待するとすれば、まあ、昨年非常に苦しんだクリス・デイビスが復調すればですね、まあ、打線としてもさらに破壊力が増しますので、このデイビスの復調というところは、まあ、非常にポイントになってくるかなと思っています。で、投手陣については、まあ、先発の二人である、ショーン・マナイアと、あとヘスス・ルザルドが一年間しっかり戦えるかが大きく、チームの明暗を分けるような気がしています。マナイアについては、昨年のほとんどを肩の手術で棒に振っていますし、まあ、ルザルドもですね、非常に怪我も、まあ、何かと多い選手ですので、この二人がいるかいないかで、アスレチックスの先発ローテーションっていうのは大きく、まあ、変わってきますので、まあ、この二人がですね、しっかり一年間投げ切れるかっていうところは、まあ、非常に重要なポイントになってくるとは思いますね。まあ、ただですね、全体を通して考えれば、まあ、アスレチックスほとんど主力選手が変わっていないというところで、まあ、同じぐらいの、昨年と同じぐらいの勝ち星は期待できそうなのかなというところは、個人的には予想してますね。はい、続いてはレンドーンを獲得したロサンゼルスエンゼルスについて話していこうと思います。まあ、当たり前といえば当たり前なんですけれども、レンドーンが加わったことで、まあ、エンゼルスの攻撃陣っていうのは非常に脅威になりましたよね。もともと MLB でも中くらいの攻撃陣だったチームなんですけれども、まあ、レンドーンの加入によって、まあ、一気に上位を落とし入れるようなチームになれると思いますし、来季のシーズン中にはおそらくトッププロスペクトであるジョー・アデルがどこかで昇格してくると思いますので、まあ、それも非常に楽しみな材料ではありますよね。で、さらに投手陣を見れば、大谷翔平が来季から投手復帰するというところも、まあ、非常に明るいニュースですし、まあ、エンゼルス何かと明るい話題は多いんですけれど、ただですね、やっぱりこの先発ローテーションとリリーフで、まあ、1年間戦っていくのはちょっと厳しいんじゃないのかなっていうところは個人的に思うところですね。特に先発陣については、さすがに怪我明けの大谷にそこまでの負荷を強いることはできないと思いますので、まあ、他の面々でですね、うまく回していく必要があるんですけれども、まあ、ただやっぱり補強がフリオ・テイランと、あとはディラン・バンディだけというところと、マット・アンドリースも取りましたけれど、これだけでちょっとプレイオフを狙うっていうのは厳しいよなっていうところが率直な感想ですね。まあ、さすがに昨年の72勝というところは確実に上回ってはくるとは思うんですけれども、まあただ勝率5割前後っていうところかなっていうところですね。まあそれでも10勝以上は改善するとは思いますので、まあそのあたりで落ち着くんじゃないのかなっていうところが私の予想ですね。はい、続いては新球場が開場するテキサスレンジャースについて見ていきたいと思います。来年のレンジャースはですね、意外と先発ローテーションが充実していまして、まあトレードでコーリー・クルーバーも獲得しましたし、まあ他にもですね、マイク・マイナーですとか、ランス・リンですとか、あとはカイル・ギブソンだったり、ジョーダン・ライルズを FA でも獲得していますので、まあ先発陣はですね、結構ソリッドなメンバーが揃っているんですね。ただ、まあ攻撃陣の上積みがオフシーズンでほとんどなくてですね、まあ獲得したのも、まあサードのトッド・フレイジャーと、あとはキャッチャーのロビンソン・チリノスぐらいなんですけれども、まあちょっとですね、新球場が実際打者有利になるのか投手有利になるのかっていうところはまだ不透明なところがあるので、まあ実際にどうなるかわからないんですけれども、まあこれまでの球場と同じように割と打者有利の球場であるのであれば、まあちょっとですね、レンジャーズとしてもまた昨年同様苦しい戦いを強いられる可能性があるのかなっていうところが予想ですね。まあ新球場次第ではあるとは思うんですけれども、まあ現実的には昨年と同じぐらいの勝ち星ぐらいが妥当なのかなっていうところが私の予想ですね。はい、そして最後は絶賛再建中のシアトルマリナーズについて話していこうと思います。2020年のマリナーズについては、まあ今年もですね、昨年に引き続き、まあ、若手を育てる1年になるのかなというところですね。まあただですね、マリナーズとしては近い将来、まあ1年後2年後ぐらいには、まあプレーオフ進出を目指していくというふうに、まあジェリー・ディッポと GM も言ってましたので、まあ近い将来のプレーオフ進出を見据えた戦力の見定めっていうところも行いたい時期には差し掛かってきているんですね。まあですので、来季プレーする若手たちの中から誰を実際に勝負期のレギュラーに据えていくのかというところを、まあ判断するような1年にしたいのかなというところは思ってますね。で、さらにですね、このオフシーズンマリナーズは非常にですね、バウンスバック候補の FA をかなり集めてきたんですけれども、まあそういった FA で獲得したベテランたちをですね、トレードデッドラインまでにうまく売れるかっていうところも、まあ今シーズンポイントになってくるのかなというところですね。
ただこういった事情も考えますと、来季のマリナーズは70勝もできれば御の字かなというところが私の予想ですね。はい、というところで私の順位予想は以上となります。で、順位予想については結構皆さんいろいろなご意見があるとは思いますので、まあ、お疲れマンモスさんの動画も含めてですね、順位予想へのコメントをぜひお願いしたいなと思います。アストロズは引き続き地区優勝できるのか、はたまたサイン盗みの影響で地区優勝を逃してしまうのか、レンドンを獲得したエンゼルスが一気に西地区の覇者となるのか、皆さんの順位予想に関するコメントを読むのを非常に楽しみにしておりますので、まあ、ぜひですね、あのコメントいただければ幸いです。で、この他にもですね、今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思っておりますので、まあ、よければですね、チャンネル登録の方もしていただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。